の中日の悲劇で打線組んでみた。1番、もうこれが全てのリードオフマンです。ジャリエル亡命。あ、間違いない。これから全て始まりました。そうね。7番いこう。中日投手陣10敗カルテット爆弾3番いこう。近藤廉1イニング10失点。あ、それ3番か。これが3番になるぐらい、あの選手層分厚いですから。その軸を狙う4番は、9番いこう。あの、個人的にこれが一番嫌だったんですけど、立浪監督ゴミ箱蹴る。それ。じゃあ2番、リュークカット打法炎上。8番、これもう悲劇だな。もう柳バンテリン未勝利。6番、いや、秋の来てビシエド頑張ろう、アルモンテ帰ってきた、結局カリステ。結局カリステな。最後5番、2年連続ノーノー未遂です。